まあ、慣れ親しんだというか、でもだからこそしっかりと結果を選手は出さないといけない。だからリーグが終わってこっち来てるので、まあ、本当だったらオフみたいな時ですよね、まあ、コンサドーレはボランチでも攻撃の選手を置くことが多いですけどね、はい、さあ試合が始まりました。井上から対角に長い球を蹴ります。内側を関根が上がってきます。落とした関根、渡辺龍馬、大久保がここ、大久保がパス、石原が上げる、飛び込んでヘディング、ナイスキーパー、菅野、菅野です。さあ真ん中に置いた、岡村セットプレーから先制を取りました札幌。岡村です、岡村、青木の鋭いボールが、さあ今度は浦和が全体を上げてプレッシャーをかけていきます。その背後、さあ鈴木武蔵が反応した、鈴木武蔵が左足で打ちました。旗は上がりませんでした札幌。これは得点になるかならないか大きいんじゃないですかね。ゴール、得点、スコアです。まあ、誰かがスイッチを入れないといけないので、はい、まあ、ハーフタイムにはなりますけども、少しメンタルは落ちている感じはしますよね、はい、これで前半終了の笛です。2失点ということで、まあ、松尾を残してこの、まあ、得点力に長けたブラジル人ストライカーを投入する運びとなりました。さあ清水主審、笛を吹きました。浅野左利き、高尾は横パス、右足、小前打った、3点目来ました。札幌、小前です、小前。この縦パスは高岡カット、ワンタッチ大崎持って揺さぶります札幌、馬場、そして青木ワンタッチ、鈴木武蔵にこぼれた、今季初ゴールからなんともう2発目、鈴木武蔵、札幌のリード4点。後半システムを変えた浦和に対し、なんと札幌始まって12分で4枚替えに打って出ました。ヘグモ監督で今4-3-3になるよということを今小泉が伝えてます。そうですね、はい、また形を変えるということですね。まあ、チアゴのトップにして、はい、絞って顔を出したのは本間です。タッチラインで受けた渡辺、スペースに出ましたチアゴサンタナ、おクロスが入った、エネンがクロスだ、新田のヘッダー、どこだ、チアゴサンタナ、その後ろ、井上ですかね、チアゴサンタナの後ろでした、おそらく井上のヘッダー、浦和の追加、間で受けた小泉、チアゴサンタナ、新田のシュート、ニア打ち抜いた、ニア打ち抜いた、新田です。どこだ、ここを狙ったコイグラーテンが競ります、こぼれた、スローインです、チェック終わりました。 PK です。岡村の接触 PK、 伊藤の PK で1点差、あとはアディショナルタイムを残すのみ、4点のビハインドが1点差になった。終わった、終わりました、3対4、壮絶な打ち合いを制したのは北海道コンサドーレ。